子部の転校生、めちゃくちゃ運動神経が良くてかっこいいんだって。そうそう、今度科学部の研究発表会があるの。なぎさも来てね。藤村くんも来るし。そんなドキドキ。なんか会場内がおかしくない？大変、ほのかの実験機が座圏内に。みんなで作ったものを座圏内にしちゃうなんて許さない。二人はプリキュア、ご用心、年下の転校生。私は年下よりも年上かなって、キャー、私ったら